いい学校に入って、いい会社に就職して、いい人と結婚して、いい老後を過ごすことが幸せな人生だというのは、自分で考えて決めたことではありません。あなたは幸せになりたいんでしょ？じゃあ、このような生き方をしてくださいと他人から押し付けられた価値観です。幸せを感じるとは、今を気持ちよく感じることです。いい学校に入るために、いい会社に就職するために、今は勉強するという苦痛を引き受ける。いい老後を過ごすために、今は贅沢をしないで我慢すると考えることで、幸せを感じることが先送りになります。未来のために、今は幸せを感じるべきではないと考えていると、最終的には、天国に行きたいから、現世では幸せになってはいけないということになってしまいます。未来の自分が幸せになるために、今の自分は我慢をしなさいという他人の考え方を受け入れると、幸せを感じることなく終わってしまうことがあります。子供の頃から、こうすれば幸せになれますよと言われ続けていると、他人から指示されることが当たり前になってしまいます。指示がないと動けない人間、つまり自分を幸せにする方法を自分で決められない人間になってしまいます。私はどうすれば幸せになれるんですかと他人に正解を求めるようになります。しかし、あなたはこうすれば幸せになれますよと他人が提示してくるものは全て正解ではありません。なぜなら、自分にとっての正解は自分で決めるものだからです。私はこれを正解にしますと決めたことが、あなたにとっての正解になります。私は幸せになるためにこういう生き方をしますと決めたもの以外は、あなたを幸せにすることはありません。未来の自分のために、今の自分は我慢をしなければいけないと考えることで、幸せを感じられなくなります。私はどうすれば幸せになれますかと他人に正解を求めることで、決して自分を幸せにすることがない活動に励むようになります。幸せになりたいけど、今の自分は幸せではないという状態を続けることで、私は本当に幸せになれるのだろうかという不安が強くなっていきます。いい学校に入って、いい会社に就職すれば幸せになれるのだろうか。いい人と結婚して、いい老後を過ごせば幸せになれるのだろうか。私は天国に行けば幸せになれるのだろうか。と不安のループにはまったまま人生が終わってしまうことがあります。他人に正解を求め続けることで、どれだけ頑張っても幸せになれない、私はどこかおかしいのではないかと不安に苛まれるようになります。他人は、あなたが幸せになるためにはこうするべきですよという常識とか普通といったものを提示してきます。あなたは常識的に生きようとすることで、非常識だけど確実に自分を幸せにする方法を見つけることができなくなります。あなたは普通に生きようとすることで、異常だけど確実に自分を幸せにする生き方に気づくことができなくなります。常識や普通を守りなさいと指示された通りに動き続けることで、どんどん不満が溜まっていきます。今の私は幸せではないという不満が溜まれば溜まるほど、私は本当に幸せになれるのだろうかという不安が強くなっていきます。大切なのは、常識的な行動をしなさいという目に見えない命令をぶち破ることです。普通に考えなさいというまとわりついてくる概念を突破することです。あなたは常識とか普通といった縛りから抜け出すことで、自分の人生が始まります。ということで、いい学校に入って、いい会社に就職して、いい人と結婚して、
いい老後を過ごすことが幸せな人生ですよ、という圧力を感じたら、はあ、本当にそうなんですか？と疑ってほしいと思います。非常識だけど楽しい、異常だけど面白い、といった自分を幸せにする自分だけの正解を見つけていきましょう。